そう、うちがサクレ食べてる途中でリゼから LINE ピョコンってきて、川木さん化粧水と乳液持ってきてる。うち結構めんどくさがりだから、こういうなんか遠出とかするとき、あと荷物絶対少ないくしたい派だからね、絶対化粧水乳液じゃなくてあのオールインワンのやつなんだけど、一つでこと足りるぜみたいなやつで済ませるんだけど。そう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 、それやったらあるよって言ったら、ちょっと今から行くねって。なんか隣の隣のちょい隣ぐらいの同じ階だったから、近かったから、すぐ開くんのかなって思ってね、ピンポンって来たから、ガチャって開けたらめっちゃ風呂上がりの、めっちゃ風呂上がりでまだ髪の毛びっちゃびちゃのリゼがちょ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 みたいな感じで来て、ワンプッシュワンプッシュみたいな感じでさささって来て、突っ込みたかったけど、その姿で長いこと廊下にいさせんのもやばいなって思ったから。あ、どうぞ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 ってあげて、ありがとうありがとうって言いながら、さささってさって帰った、帰らはった、嵐のように来てさって帰らはった、ありがとうありがとう。そう、リゼからその後に LINE で塗り心地神ってきた。あ、ちゃんと感想言ってるって思って。